日経平均株価は一時1,400円を超えて大幅に値上がりしました。およそ2週間ぶりに3万8,000円台を回復して取引を終えています。日経平均株価は昨日より600円近く上昇して取引を開始した後は、幅広い銘柄に買いが広がり、午後には一時1,400円以上値上がりしました。3万8,000円台を回復するのはおよそ2週間ぶりです。 前日にアメリカ市場では経済指標が市場の予想を上回り、アメリカの景気の底堅さが維持されているとの見方が広がりました。これを受けてニューヨーク市場の株価が大きく上昇したことなどが要因です。外国為替市場で一時、149円台まで円安が進行したことも追い風となりました。終わり値は昨日より1336円高い、 3万8062円でした。